かけんのかい、かけへんのかい。たかチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、たかチャンネルです。今回は開封動画です。何の開封動画かと言いますとですね、久々のデラックス玩具の開封動画です。では行きます。上からちょっと出しますよ。行きます。よいしょ、来ました。デラックスウルトラゼロアイネオです。イエーイ、来ました。リサイクルショップで見かけたんですよ、このウルトラゼロアイネオね。それでね、1700円で売られたんで、ちょっとこれより安いのないかなと思ってアマゾンで調べたら、あったんですよ。これ新品でね、1366円で買いました。プライム価格で買いましたよ。こちらをね、開けたいと思います。もういつ開けようか、ウキウキしてました。はい。ウキウキだぜ。こちら説明しますとね、2年前に放送されていた、ウルトラマンジードのね、スケットキャラです。はい、ウルトラマンジードのスケットキャラのウルトラマンゼロの変身アイテム。デラックスジードライザーに装着することで、ゼロアイネオモードっていうのになって、ウルトラマンゼロビヨンドの変身遊びができるんですね。はい。すごくね、画期的なおもちゃ。かっこいいおもちゃですよね。はい。このね、ゼロアイネオ、この単体だけでも素晴らしいのに、このゼロビヨンドにもなれる、アイテムですからね。そして、ニュージェネレーションカプセルアルファと、ニュージェネレーションカプセルベータがついてきます。はい、というわけで、こちらが、デラックスウルトラゼロアイネオでございます。はい、ウルトラマンゼロの変身音が鳴る、デラックスジードライザーと合体&ウルトラカプセルをスキャン、ウルトラマンゼロビヨンドにネオフュージョンライズということでね、はい、かっこいいですね。上を見けるとこんな感じで、はい。ゼロビヨンドが映ってて、はい、ゼロアイネオですよ。こちらかっこいいですね。まあ、こちら光る仕様ではないんですが、変身音が鳴るってことでね、鳴るアイテムです。この、鳴るだけのアイテムなんですが、そこがまたいいんですよね。このね、ウルトラマンゼロっていうのはね、ウルトラセブンの息子なんですよね。息子だからこういう変身アイテムなんですよね。はい。一応電池はね、入ってるんですよ。テスト用の電池が入ってるんで、そのまま遊べますね。スイッチを押すと変身音&セリフが発動ってことでね、ウルトラマンゼロの変身音が鳴って、でその次に押すとセリフが、俺はゼロ、ウルトラマンゼロだっていう風になるんですよね。宮野守さんがね、声やってますよね。はい。こういう感じでもうゼロビヨンドが前面に押し出されてるパッケージなんですがね、今回はもうゼロに、変身遊びをするだけの動画です。はい。イエーイ、ウキウキだぜ。じゃあちょっとここから開けましょう。はい、開けますよ。じゃあ行きます。じゃんじゃじゃーん、さっ、来ました。開けますよ。おー、すごっ、かっこいいね。いや、こういうアイテムってほんとね、いいですね。なんかこのね、見た目がね、鮮やかですね。目の部分が黄色になってて、はい、すごくね、かっこいいですね。かっこいいとしかもう言いようがないですね。はい、こちら、うわー、すごい。この塗装の感じ、いいですね。はい、こちらがね、ニュージェネレーションカプセル、アルファですね。アルファの方ですね。こんな感じでカチカチと動かせるんですよね。はい。これはね、ウルトラマンジードのウルトラカプセルシリーズね。はい。ジードライザーの、連動アイテムで、コレクションアイテムですよね。はい。こちらはね、ウルトラマン銀河ですね。ウルトラマン銀河。そしてこちらがウルトラマンオーブオリジンですね。銀河もね、フィギュアーツ出ますからね、そのうちね。はい、期待してます。オーブオリジンはもう出てますね。ニュージェネレーションがね、続々とね、フィギュア化されてますよね。楽しみですよね。いいですね。このマークは何だろう。これはなんか宇宙をイメージしたマークなのかな。融合した宇宙。世界が繋がったみたいな感じですかね。はい、こちらが、ニュージェネレーションカプセル、ベータですね。こちらのね、ビクトリーはね、フィギュアーツがね、6月に出ますね。6月に発売されます。一般販売で出ますから、僕は予約しました。はい。で、こちら、ウルトラマン X ですね。はい。かっこいいですね。この二人が並び立つっていうのがね、いいですよね。銀河とビクトリーが並ぶわけじゃなく、ビクトリーと X が並ぶっていうのに意味合いが感じられますよね。
はい、この違う別世界のシリーズのウルトラマンが並んでるってのがいいんですよね。だからそういった意味で世界がつながるっていう意味なんですよね。 G ドライザーにゼロアイを装着して、なおかつ2つのカプセルをスキャンすることでウルトラマンゼロビヨンドに変身できるってことなんですよ。こちらで遊んでみましょうか。まずこの絶縁シートを抜きます。チョンと抜いて、では電源を入れています。おお、起動音がね、なんかウルトラマンっぽい起動音が鳴りましたね。かっこいいですね。で、これで変身遊びができますね。これでボタンを押すことで、おお、結構長めな、想像してたよりは結構長めな変身音ですね。すごいね、これはかっこいいわ。さあ、じゃあもう一度押してみましょう。セリフが鳴りますよ、いきます。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。はい、かっこいいね。宮野真守さんのね、声がね、渋いっすね、渋い。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。いいっすね、かっこいいわ、テンション上がるね、これね。面白いね、これは。じゃあちょっとね、変身遊びちょっとやってみましょうかね。というわけで、音声はね、2種類確認したんですが、変身遊びをちょっと目に当ててやってみたいと思います。ウルトラマンジード本編に登場するイガグリレイトがウルトラマンゼロに変身するんですが、その人はね、もうメガネをしてます。はい、メガネしてるんで、メガネした状態でやるんですが、今回、タカチャンネルどっちだと思います？メガネかけると思います？かけないと思います？どっちだと思います？かけんのかい、かけへんのかい、かけんのかい、かけへんのかい、かけんのかい、かけへんのかい、かけんのかい。かけます。行きましょう。では変身行ってみます。イエー、かっこいいね。これ面白いっすよ。ちょっとね、これをつけた感覚っていうのはね、もうね、サングラスをかけたような感じなんですけど、なんかね、視界がね、すごい、もう、黄色に包まれます。子供がね、遊ぶのにぴったしですね。はぁ、来ました、かっこいいね。いや、いいっすよ、これ。お気に入りですね。ここがスピーカーですね。気づかなかった。ここがスピーカーでした。はい。いえ。すごい。これは素晴らしい。はい。この玩具はね、神ってますね。神ってる玩具ですね。はい。ほんといいですね。何度でも鳴らしたくなりますね。はい。Sound good! というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。これで僕もウルトラマンゼロになれます。フィギュアアーツを買ったらこの変身動画を上げたいですね。この動画が良かったよという人はね、チャンネル登録、評価、コメントお待ちしております。というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ！こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。